考えるのです。私にできること、何より皆さんと一緒だからできることがきっとあるはず。皆さんと5人だからこそできること。5人、そう、これですわ。何か掴んだみたいね。ヒーローさん、皆さんを集めるの手伝っていただけますか？私、お話ししたいことがあるんです。はるなちゃん、話って何？何よ、呼び戻したりして。写真撮ってる途中だったのに。皆さん、私やっぱり今の状況がいいものだとは思えないんです。せっかくこうして五等分の花嫁が好きな仲間で集まったのですから、もっと仲良くしたいです。ちょっと今さらそれを言うの？競争するってなった時反対しなかったじゃない。はい、私あの時は皆さんの意に沿わないことを言って場の空気を悪くするのが怖かったのです。ああ、それは私たちが悪かったよね。勢いで決めちゃってたから春菜さんの意見聞こうとしてなかったな。それじゃあコスプレグランプリに出るの